神大寺は東京都調布市神大寺元町にある仏教寺院。天台宗別閣本山で、3号は浮武山。日本三大だるま市の一つ、神大寺だるま市で知られている。隣接する東京都立神大植物公園は旧寺漁であった。神大寺の名称は仏法を求めて天竺へ旅した中国像の 現状三蔵を守護したとされる水神、神社大王に由来していると伝えられている。奈良時代の733年、万伊佐夫商人が宝生州の寺院として改装したと伝える。東京都では、浅草の戦争時に次ぐ古刹である。平安時代の859年、天台州へ改修する。江戸時代の1646年と1865年に、 火災に遭い、道具の大半を失っている。現在の本堂は、大正時代の再建である。本尊は本堂に安置されている宝冠阿弥陀如来像。他に、元三大師像を秘仏として祀る。銅像釈迦如来遺像神大寺は、湯水の多い国分寺崖線の崖面に抱かれるように立地し、現在でも境内に、複数の有水源を持つ。湯水を利用した、不動の滝は、 東京の名有水57線に選定されている。門前町の側溝には多量の水が流れ、また周囲には、人大植物公園の分園、水生植物園や、わさび田を要する都立農業、高校人大農場など、八つ地形と潤沢な水を利用した施設が広がっている。崖線から湧き出す豊富な水は、古くから田畑を潤し、人々の素朴な信仰を集めてきた。 神大寺によれば、水源地であるがゆえに、霊場でもあった、この地位が、仏教の伝来以降を改めて注目され、水神、神社大王ゆかりの神大寺建立に至ったのでは、ないかという。神大寺蕎麦が、付近の名物として発達したのも水の恵みと、無関係ではない。蕎麦の栽培、蕎麦打ち、釜湯で、晒しに湯水が利用されただけでなく、 水車を利用しての蕎麦の製粉も行われてきた。ありがとうございます。